が賠償命令、いわゆる徴用工訴訟で日韓関係冷え込み必至と、11月29日にね、元徴用工ら10人、三菱重工約9600万円の賠償命令、12月5日は元女子低身体の4人が三菱重工約4700万円の賠償命令、他にも同様の訴訟が12件あって、今後日本企業70社に賠償命令の可能性も大だと。そんな中、河野太郎外務大臣は日韓両国の関係を維持していくのが難しくなるような影響がある事態と、抑えつつも怒りのコメントをされている状態だということなんですが、賠償命令を受けて日韓両国が強硬措置を検討しているのか、こちら新日鉄住金への訴訟を起こした原告側、賠償協議に応じるよう要望書を提出、24日までに回答がなければ同社の資産差し押さえの可能性もと。それに対して日本政府側は、韓国側が資産差し押さえした場合、日本国内にある韓国企業の資産を差し押さえかということなんですが、この騒動に対してムン大統領はこのように述べております。歴史問題とは別に未来志向的な協力を続けなくてはならないと。これどういう意味？これ、ね、東さん、これは主語はどういう形になるんでしょうか？中途半端な対応です。なるほど。国内向けにはこう言っておきましょうと、国際向けには言っておきましょう、国内向けには徹底的にやりましょうと、うん、大統領の公約の時にもう見直しっていうことをずっと言ってきましたから、はい、見直しせざるを得ないだろうなと。でも本人の支持率が今経済問題で下がってるので、うん、反日をやると支持率が上がるんですよね、うん、でそういったところの自分の中のムン・ジェイン大統領の中の葛藤があるんだと思います。中途半端な対応。平井さんは韓国について全く分かってない、うん、あんたと同じぐらいね。全く分かってないのが、その反日をやったからといって支持率が上がるなんてことはないですよ。いや、ありますよ。ないないない。もうね、日本っていうのがそんなに韓国政治においてそこまでの重要性はないわけ。むしろやっぱり経済が良くなるとか、そういうことで支持率は上がっていく。でこの流れで経済が良くなりそうな感じはしてるんですか？私一つだけ言いたいのは、やっぱりこのニュースを見て、河野大臣とか菅官房長官とか安倍首相もすごい厳しいことをおっしゃってますよね。もう言語道断的な、怒りの発言をされていると。となると一般の人もなんかもうすでにこれも大変なことになっているというような理解をしがちなんですけれども、まだあくまでも韓国の国内の話です。韓国の司法がこういう判断をしたと。じゃあ具体的に日本企業に対して差し押さえをするしないっていうことも含めて、日本との外交的関係は判断して行動に移すのは行政府です、大統領です。で大統領府がじゃあそこまで今やろうとしているのかっていうと、私はそういうことはまずないだろうと。その差し押さえっていうのは、その新日鉄住金の韓国でのものを差し押さえるってこと？企業です。そうです。ただやっぱりそれを実際やっちゃえば、日本が韓国企業の差し押さえもすると、これ法的根拠は何なのか分かりませんけれども、それ以外にも通商のお互いの協約などによって、これ国際的に大問題にどん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 波及していくんですね。なので私はそのムン・ジェイン大統領の、全く私ムン・ジェイン政権支持しているわけじゃないんだけれども、いや違うんだよ、私保守なのよ。この未来志向的な協力っていうのは、どっちも保守か分かんないよ。やっぱり日本も韓国も2人とも意見なのか、2人の語り合いなのか。これでもキムさん、そのムン・ジェイン大統領、ムン政権の足を引っ張ろうとする一部の動きの流れではないんですか？そういうわけではないです。なぜこういうことがまず韓国じゃ国内で起きているのかというと、これまで日韓関係というのは事実上保守政権と日本の自民党がやっぱり国と国との関係を優先させながらやってきたという側面があるんですね。それはそれでやっぱり効果もあったけれども、その過程の中でやっぱり被害に遭った人々、徴用工って何も朝鮮半島出身だけじゃなくって、日本の方々も含めて低身体含めて多くの人たちがやっぱり過酷な労働をしてた時代があったわけじゃないですか。でもそういう人たちに対する十分な保障がされないままに来たという、こういう認識が韓国の中にあるんです。でも5兆円払ったじゃないですか、日本は。全部を含めて。だから日本5兆円払って、だから韓国の1年間の予算よりも5兆円って大きかったんでしょ、あの時は。まだ日韓関係
関係の問題じゃなく韓国の国内の問題なんですよ、うん、だったらその原告側と、うん、言ったら日本政府、まあ、日本の企業の間に政府がどのタイミングで入ってくるんですか。私はこの問題ね、年内に韓国政府が何らかの、うん、まあ、財団を作るんでしょうね、おそらく。それでとりあえずはやる。判断したこと大きな問題じゃないですか。いや、この判断自体は私は、うん、あの今国内の問題とか言うけども、うん、大法院が支払い命令を出したのは日本の企業に対してやからね、うん、支払い命令だ。支払い命令を日本企業は三菱とかその辺がね、新日鉄がそれは拒否したら差し押さえしますよと。まだ差し押さえも段階になって、今支払いしなさいって来たの日本企業に。でそれは国際法違反じゃないかっていうのでこう揉めてるところなんです。だから国内だけの問題じゃなくて日本企業に対する国際法、あの日本企業を守る国の立場わからないではないんですけどもね、国際法違反してるじゃないかっていうふうに怒りを丸投げする相手にぶつけるっていうのはね、ちょっとこれ韓国に対してはこう露骨にぶつけるんだな。例えばアメリカとの同盟で、あ、日本はアメリカが守りますよって言ってんのに、いいダクダクと向こうの言われるがままに武器買ってるじゃないですか。ほんならじゃあなんで我々の約束は守れないの。違う違う違う、じゃあこっちの約束は守らない。私ははるかさんが言うことすごいあの納得してて、なんで国によって出す顔が違うんだ。違うの。簡単に言うと1965年に日本と韓国は国交正常化をして全部チャラにしましょう。簡単に言うよ、うん、国と国はね、はい、国と国はですよ。じゃあ彼ら訴えてるね、あの素人のおじいちゃんたちがね、それを知らないとでも思ってるんですか。それも含めて、それも含めて恨みっこなしよと。知ってるの。恨みっこなしよで上とどういう話。でも違うね、国と国で決めたことを国民が守らないことを良しとしたら国際関係っていうのは全部やっぱ崩れるわけですよ。だからやっぱりそれ国と国の思いは大事にしなきゃいけないんだから。そう、自分たちで払えばいいね。俺が選手を返せって怒ってる人たちに対して、これね、でもね、これいわゆるその日本政府側も言ったらメディアから聞かれてるからこういうふうに答えてるけれども、やっぱりどっかやっぱりそこはもう韓国政府が間に入って何とかするんやろうっていうふうには見てるんですか。もちろんもちろん、ね、何とかしなさいって言ってるから、そうそう、国内で解決しなさいって言ってる。河野さんの言ったことは正しいですよ。やっぱりだからきちっとやらないと。私は河野さんのあの発言の上から目線っていうのにはね、ちょっとちょっと発言もすごい問題があるのが、やっぱりまだその韓国に牽制球を投げるというこの意味は十分わかるんですけれども、さっきはるかさん言ったように私が一つ懸念しているのは、ここ数年日本のこの政権の韓国に対する感情のぶつけ方っていうのは、やっぱり一昔前の日本のやり方とはやっぱり随分違うと。で今の段階で日韓関係の問題にもなってないのに、なんか維持していくのが難しくなるような状況。果たして一回だからこれはまだ日韓関係に波及してない。慰安婦問題のことにしてもね、とにかく一回約束ごとしてお金払って、それであのそれを打ち壊して、デイビーさん、慰安婦問題に対して韓国はどういうふうにこれを持っていったかっていうと、ムン・ジェイン政権がこれは事実、この合意は受け入れられないと国内で宣言をしました。しかし日本に対しては慰安婦合意は破棄するわけではないし、我々が再交渉を求めることもしないって言ったんです。つまり日韓の合意はそのままに持っていくと。で今回の徴用工に関してもおそらく同じような、現実じゃあ慰安婦像どうなってんだよ。役割をやったんだ。慰安婦像どかしてんのかよ。まだ合意の内容に入ってないです。あんたはね、韓国のことは知ってるかもしれないけど日本のことは全然知らないんだよ。敬語つかねえよな。え、東さん、さっきのなんで手伝わなきゃいけないんだよ。さっきの年下じゃないか、後輩じゃないかよ。後輩であってもこういう場だったら敬語使えような。先輩だぞ、違う、私が微妙なところだと思うよな。いや、まあまあ先輩ね、先輩、東さんが先輩。ちょっと日本がね、感情的辛いんですけど。秀さん、なんとかしなさいよ、なんか。見下してる人間。楽屋戻りたいですよ。見下してる人間がね、告発してきた時ってね、みんな感情的になるんですよ。でもちょっと、はるかさん、なんで真面目にやりましょうよ、あなた。個人講演しないで。いやいや、あのね、あの真面目に喋りますね、はい、だいたいね、感情、あの集団ヒステリーを感じるんですよ、今回の日本の対応に。あまりに感情的になってるので、感情的になってるのは韓国じゃないですか。それに対して、それに対して感情的になってる。それでね、やっぱり加害側の国だったわけでしょ、かつてね。そしたらあのもう解決したじゃないか、もう終わった問題だとバッサリ切り捨ててしまっていいんですか。いいと思います。もう75年から80年ぐらいのことその人たちがまだ生きてるんですよ。それが人道主義じゃないんです。でもあなた戦争中だったのよ。いや違うんです。